フレデリカの説得によって縁故に囚われていたローゼル族は一斉に蜂起した。はい、どうも、藤子チャンネルです。今日もね、トライアングルストラテジー続きやっていきたいと思います。さあ、フレデリカパートが終わったところですね。ジェロムたちもね、助けに来てくれて、とても熱い展開になっています。さあ、これでね、3つの分隊それぞれが勝ちを収めたので、さあ、この後どうなるかちょっと楽しみにしていきましょう。危うくハイサンド軍に包囲されかかったものの、ウォルホート領より駆けつけたジェロムらの援護によって首都からの脱出に成功する。思いもよらぬローゼル族の決起と信徒の精神的支柱であった女神像の崩壊はハイサンドを大混乱に陥れた。あれ、これさ、真ん中のとこさ、あの大円柱が見えてない？女神像じゃなくて。これちょっと変わったんじゃないかな、この画像もね。フレデリカらはこの混乱に乗じて追っ手を振り切り、予定された最終決の地へと向かう。エグスアム軍を撃退し、ウォルホート領を守ったベネディクト隊。スバローグと手を結び、大金砲を手に入れたロラン隊。ローゼル族を放棄させ、女神教の偽りを暴き出したフレデリカ隊。3つに分かれた各隊はそれぞれ与えられた任務を果たし、ハイサンド首都を望む荒野で合流を果たす。セレノアが考え出した作戦は最終局面を迎えようとしていた。はい、というわけで第19話、神は仇砦。はい、逸話もあるな。誰？あー、ミロとクローマか。まあ適当に見ときます、後で。さあ、じゃあちょっと行ってきましょうか。さあ、こっから本当にね、何一つ分かってないので、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。先逸話見とく。はい、というわけでね、ちらっと逸話見てきたんですが、いや、ちょっとね、逸話までやりだすとね、ちょっと長くなっちゃうので、一応はこちらでさらっと見てるんですが、結構いい話もね、多いので、ぜひ皆さんね、一回やってみてくれるといいんじゃないかなと思います。それではね、ハイサンド荒野行ってみましょう。お、ローゼル族もいる。フレデリカ、ベネディクト。本当みんな集合してんな、これ。そしてウォルホートに集ったすべての者たちを、みんな、困難な任務をよく果たしてくれた。だが本当の戦いはこれからだ。私たち全員の目的を達するその時までどうか力を尽くしてもらいたい。当然だ。俺はお前が導く道の先を見たい。はい、あなたと共に歩き続けます。思いは皆同じです。ありがとう、みんな。ではハイサンド首都攻略作戦について改めて確認しよう。お、この作戦は初めて聞く作戦だよ。最終目的は強行軍の制圧です。しかし門を閉ざされたら、どんな大軍も女神の盾に跳ね返されてしまう。それは歴史が証明していますが、わしが運んできた大金砲がその歴史を終わらせる。そう、女神の盾を打ち崩し、そこから首都の中に攻め込むのです。だが問題は大金砲の設置と発射準備に時間がかかることだ。これは初回のエンディングでも見たな。その間、敵の目をそらし時間を稼がねばならないわけだ。そう、陽動性ということだね。その役目はもちろん、はい、我らウォルホート家が担います。女神の盾西側を攻め、ハイサンドの目と兵力を引きつけます。その間にスバローグ殿率いるエスフロスト軍は首都の南側で大金砲の発射を準備。用意が整い次第、大金砲で女神の盾を破壊していただきたい。我々は西側の敵を倒した後、
エスブロスト軍と合流。全軍で首都に突入します。後方支援はノゼリア商会が責任を持って担います。一切承知した。セレノア様、俺たちも加勢しますよ。お、マジか。頼む。ゼロムたちローゼル族も、戦える者は首都の北側、東側で陽動を行ってほしい。ローゼル族の放棄によって首都は混乱しています。この戦いできっと決着がつけられるでしょう。ああ、戦が長引けば民が苦しむ。一気に終わらせよう。作戦は以上だ。各自準備を始めてくれ。いや、やっぱみんなでやるってすごいいいね。決戦を前にして兵たちも緊張しているはず。熱い展開だ。声をかけていただければ士気も高まるでしょう。わかった、そうしよう。なるほどね。じゃあ今からみんなに葉っぱをかけに行くってことか。お、うんうん、お、あ、お、あまりいないぞ。あまりいませんが、じゃあちょっとみんなと話しに行きましょうか。まあ話すところはカットします。さあ、さてみんなの熱い思い聞いてきました。いやー、総力戦ですね。総力戦だけど次の戦いって10人しか出れないとかないよね。ちょっとそれも気になるところですが、まあ行ってきましょう。次、ウォルホート軍は女神の盾西側に向かって進軍を開始。正攻法で首都に攻めかかる構えを見せた。この動きに対し、首都に帰還していたエグスアムは敗戦の雪辱を果たすべく残った兵力を集中させる。やっぱここの敵はエグスアムか。両軍の緊張が高まる中、大金砲を携えたスバローグラの一軍は密かに南側へと回り込み始めていた。諸君、知っての通りウォルホート家はハイサンドに対して反抗の兵を挙げた。偵察によれば、まもなくこの首都西側に姿を現すはずだ。我らには腐敗の女神の盾がある。門を閉ざせば奴らを打ち返すことはたやすい。だが先のローゼル族の反乱、そして女神像破壊事件の黒幕もウォルホート家であることが判明した。奴らの仕業だったのか。なんと罰当たりな。許せん。そうだ、許してはならぬ。恐れを知らぬハントどもに女神の力を思い知らすのだ。女神像を壊そうとも、その加護が尽きることはないのだと。我らはあえて打って出る。女神の剣となってウォルホートに罰を下すために。ハントウォルホートに罰を。この式なら負けはせぬ。ウォルホート領での屈辱晴らさせてもらうぞ。全軍だと結構やっぱ多いね。いや、何人出撃するんだろうな。やっぱ10人かな。どうなんだろう。10人だとちょっと持て余すぞ。牢城ではなく野戦を挑んできたか。しかも指揮はエグサム殿。簡単に時間を稼げる相手ではないな。しかしこれは敵の目がここに集中している証拠。狙い通りではあります。ハント・ウォルホート家よ、覚悟するがいい。
今からこのエグスアムマーシャルが女神に代わって罰を与えてくれる。エグスアム殿、私はハイサンドの支配からノゼリアの民を解放するために立ち上がったのだ。あなたもハイサンドの支配に疑問を持っていたはずだ。新しいノゼリアを作るために手を取り合うことはできないだろうか。私は以前から気候を高く評価していた。気候がどんな世界を目指すのか興味もある。では共に力を合わせて。断る。なぜです？理由は一つだ。ウォルホート家は我が戦歴に敗北を刻んだ。私が頂点に立つためにはこの汚点を消さねばならない。やっぱこいつも自分勝手なやつだったな。結構世界や民より自分が大切だと。これ以上の問答は無用。その通りじゃねえか。来い、セレノア・ウォルホート。続きは剣で問え。いやー、これもベネディクトルートの進め。全力でエグサム軍を叩く。あのベネディクトルートに行ったんですね、これもね。本当になんか全ルートの突撃せよ。あ、ごめんごめん、全ルートを合わせたようなね展開になってるね。さあ何人だ。10人か。じゃあちょっとまた考えてきます。さあ決まりました、この布陣ですね。さあフレデリケを使ったヤバい戦法でいきましょう。これが俺の本気です。行ってやりましょう。さあ女神の盾攻略戦です。さあまあ寄ってくるのをね待ちながら行くから。セレノア・ウォルホート、貴様を倒し私の力を示してみせる。エグス・アム・マーシャル、大義よりも野心を取ったのか、あなたほどの男が。ならばここで決着をつける。みんな行くぞ。さあとりあえず女神の盾に頼らず私はウォルホートに勝ってみせる。おお、早速なんか来たね。ノゼリアに名を轟かせ、新たな世を打ち立てるのは私だ。私の敵ではない。創世の名にかけて。やっぱあいつ突っ込んでこねえのかい。じゃあ待ってやるよ、こっちもね。頑張ります。まあ TP 貯めながら相手の出方を待ちましょう。さあデシマルもいけるね。強い。おっと、こちらの番です。出番かね。バンリアで弓兵は狙っときたいな。定めた。そう、こういうやつは狙っとこう、遠距離派は。下がってったあいつ。どう攻めるか。さあでも連続でいこうか。さあ連続フレデリカの威力を見よう。頑張ります。でどうしようかな。今 TP 回復したいのはベネディクト回復。どうぞ。感謝いたします。で範囲回復でここにいっとこうか。どうぞ。よし、これでいいだろう。創世の名にかけて。でカトルバンディス、どこ行くかな。カトルバンディスいいね。もういきなり突っ込んでやろうか。カトルバンディス、私の槍は全てを貫く。かっこいい。聞いたでしょ。で、はい、帰る。いいね。参ろうか。面白いこの動き。争いを。さあまずは。収めるために。ちょっと釣れるな。
ここに入ってこう。はい、2体同時で、次はお前を行く。炎よ。はい、3体もう一気に3体ですよ。ペグスアム様、奥門警備隊火星に参りました。お、どうしたジェローム、抑えててくれるんじゃないのか。余計な真似を。私の邪魔にならぬところで戦え、良いな。さあ、もう近いところにいる奴はね、どんどん撃って出るから。いってらっしゃい。さあ、弟子もいけるね、これでね。4と5、4どっち行こうかな。4かな、4にしとくかな。映えが出ました。さあ、移動のデバフがかかったね。減ってるやついないんだよな。特に減ってるやつはいないから、まあ次攻撃食らいそうなのはセレノアか。じゃあセレノアにかけとくか。待ちこたえてください。あ、フレデリカにかけとけばよかったのか。私の敵ではない。私です。フレデリカにかけたいけどかけらんないから、よし、マークスウェル。さあ、やりましょう。心強いです。おっと、フレデリカがやばいな。こいつ、この盾が破れるかな。どうしようか。仁王、仁王だ。ここで全てを守り抜くのだ。さあ、フレデリカには触れさせんぞ。さあ、アーチボルトもバンリアで撃てるね。見えておるぞ。遠距離のやつはね、ちょっと潰しておこう。お守りします。で、まあここ撃っとくか。聞いたでしょ。エグさんもそろそろ出てこないかな。そうで、怒りでエラドールに集まると。おい、行くぞ。終わらせましょう。さて、ちょっと難しいなこれ。まあまずは演劇で、いや演奏でいいか。こいつ強いで、でエンサで、こっから目の前のやつでいいかな。炎よ。おっと、南門警備隊火星に参りました。見くびられたものだ。敵将は私が撃つ。周囲の雑魚を片付けろ。じゃあこれはまあね、ちゃんとなんだろ、ここに引きつけられてるってことでいいことなんではあるんだけどね。少し前に出るか、全体を押し上げるか。強い。ちょっとでは前に、全体を前に押し上げるよ。お、ついにエグスアモが前に出てきた。ウォルフォート、その歴史に私が終止符を打つ。私に逆らう気か。あ、出た、カリスマ魅了か。出た、やばい、魅了はまずい。ちょっと速攻で前に出るよ。ダブルアイテム、魅了、魅了、魅了。あ、危ね、また3個ある。どうぞ。はい、魅了回復と、はい、あとは範囲回復、範囲回復。ちょっとフレデリカをちゃんと回復。どうぞ、お世話になります。どう攻めるか。で、また連続でいくよ。一気に移動します。さあ、前に出るよ。はい、じゃあトロワーズ
行くぞ。狙い通りですね。今ですね。デシマルの攻撃初めて見たわ。わしがやろう。さて、アーチボルトが少し前に出たらこいつやれるな。悪く思うな。さあ、でフレデリカが前に出ることによってまず1体やれる。逃がさない。でどうしようか。まあ当てとくか、エグサムに。私の魔法で。さあガンガン行くよこれから。参ろうか。おっとフレデリカに来た。おっと結構重い。どこから攻めるか。後ろ回ってディレイソード。互いに手心は一切なしだぞ、セレノア・ウォルホート。後ろ向きに、後ろにいるよ。後ろだよ後ろ。この戦いの後最後に立っているのは貴様ではなく私だ。あなたをここで撃てばハイサンドに戦う力は残されていまい。行くぞエグサム・マーシャル。受けてみよう。埋れ。手応えあり。行きます。ヒールが必要だね。これでなんとか。ありがとうございます。はい、デシマルはこう一回お休み。やらせてください。ここに置いて範囲 HP 回復をここで打つか。どうぞ。ありがとうございます。これでいいね。何かけた。これはこれで横からトロワーズ。行くぞ。れ。よし回ってきたね。じゃあ囲むぞ。体当たりはダメだな。さあ囲んでやるぞ。ガラキだ。れ。手応えあり。この程度で終わる私ではない。見くびるな。出番かね。さあじいさん、じいさんどうしようか。貫通矢さ当たんないよね。エラドールに当たるよね。じゃあ普通にやってセレノアと挟もう。さああと一撃だ。手応えあり。もうすぐ終わるぞ。よしフレデリカも大丈夫。はい、じゃあフレデリカ逆に下がってこれで終わり。逃がさない。さらばエグスラム。セレノアウォルホート、メサイ、お前さえいなければ私が。エグスラム、見てらっしゃい。自分勝手じゃなければ仲良くできたかもしれないのに。じゃあこいつらで。願いましては。あとは雑魚狩りだ。私の魔法で。私の魔法で。これです。生まれようとも。始めます。はい、これで終わりです。いや、雑魚処理の方が時間かかったな、最後のね。エグスワームまではね、まあなんかいい感じに倒してて、その先が長かった。本当に雑魚の量が多かった。気をつけて、敵の増援です。大金砲はまだ撃てないのか。もしや我らはエスフロストにはめられたのでは。信じてあげなよ。んずるな。今ハイサンドを叩かねばエスフロストにも未来はない。我々の利害は一致している。その通り。何よりスバローグ殿は約束を守る男だ。同じ未来を目指す仲間を信じ、今しばし耐えよう。増援を押し返せ。あいつらもよくエグスアムがあの状態なのにやってきたな。あれ見たら絶対無理だろって思うけど。
さてました、久しぶりですね、大金砲。これもベネディクトルートで見た展開と一緒ですね。スバローグ様、大金砲の発射準備が整いました。よし、ウォルホート家が心配だ。すぐに撃つぞ。大金砲、照準合わせ。目標、女神の盾。了解。照準完了。大金砲、撃て。お、そういえば前の時ってこれ撃ったのさ、グスタドルフじゃなかったっけ。そうだよ、グルスタドルフと手を組んだはずだから、撃ってたのはグルスタドルフだったな。あー、その辺の違いもなんかいいね、ちょっと感慨深いね。一応全ルート見てきてるからなんか思うところあるね。ついに大金砲が発射され、鉄壁を誇った女神の盾は打ち砕かれた。増援を押し返したセレノアラはスバローグらエスフロスト軍と合流。崩れた南側城壁から首都内部へと突入した。ローゼル族の大放棄、女神像と女神の盾の崩壊、教義の根幹を文字通り壊されたハイサンドの民らにはもはや抵抗する気力は残っていない。民衆の不安と恐怖は彼らに教義を説き続けた教皇への怒りへと変わっていく。あ、それは女神教、民意も変わってきたってことがここに来て、終焉を意味していた。もう誰も女神教を信じなくなってしまったってことだね。住民の反乱とか始まってんのかな。イドー殿、この惨状の責任をどう取られるおつもりか。はて、惨状とは。とぼけるな。ローゼル族は放棄し、エスフロストとグリンブルクは結託した。女神の盾も破壊され、首都内部に攻め込まれている。何より問題なのは、女神教の偽りが暴かれ、信徒たちが我らに不満と怒りを向けていることだ。これが惨状でなくて何だ。そうだね、大惨状ですよ。大惨事ですからね。落ち着きなさい。ハイサンドは負けませんよ、ライラ殿。我々が作り上げた真の女神の加護を示せば良いだけのことです。信徒たちに、そして愚かな藩と共に。教皇を出すつもりなのだな。はい、というわけで神は敵取りで終了しました。じゃあ次回は教皇戦ですね。いやー、教皇戦には苦い思い出があるんですよ。あの謎の紫の光でいつの間、あの味方がバッタバッタ倒されていくっていうね、ひどい惨状を目の当たりにしたのでね。まあそういう意味でもね、今回はね、うまく戦ってやってやりたいと思いますが、まあどういう戦いになるんでしょうか。まあ次回をね、お楽しみください。はい、それでは今日はこんなところで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。